皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんは10月19日の22時頃にポケモン公式より突如公開されたホラーじみた映像を覚えているだろうか。私も前に動画で紹介させていただいたのですが、今回はなんとその映像についての詳細が明らかとなりました。ということで今回のゲームニュースは、翡翠の姿のゾロアとゾロアークが公開。2匹はノーマルゴーストタイプにポケモンレジェンズアルセウス。記事はファミ通 .com より引用しています。ポケモンは2022年1月28日金曜日発売予定の任天堂スイッチソフトポケモンレジェンズアルセウスについて、数日前に公式サイトで公開された不思議な映像の続報を明らかにした。これは10月19日の22時頃に突如公開され、ポケモンファンの間で話題となっていた映像に関するもの。映像には新宇地方の夜の雪の中を歩く研究員の様子が映し出されているのだが、ノイズがひどく内容はほとんど判別不能。とても不思議な場所です。ポケモン、あれはガービでしょうか。いや、ロコンでもないぞ。尻尾の先が赤く揺れて、なんて可愛いんでしょう。頭の上と首の周りの白い毛がふわふわで、など新たなポケモンの発見を示唆するかのような音声が断片的に聞き取れる内容は、ツイッターなどで数々の憶測を呼んでいた。本日公開されたのは、ノイズだらけだった映像が鮮明に映し出されたバージョン。映像の後半で翡翠の姿のゾロアとゾロアークが確認できる。なお、ポケモン公式サイトの本企画ページによると、この2匹はノーマルゴーストタイプの模様。詳細については近日公開するとしている。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見てみましょう。ゾロアとゾロアークの翡翠の姿、かわいい。でもすごいな、これ当ててた人たち。自分なんて全然違う方向性で考えてたから。あの映像に映ってたのはゾロアとゾロアークだったのか。元は悪タイプなのに、タイプも見た目もめっちゃ印象変わるね。どんな生態なのか気になる。ポケモンレジェンズアルセウス、翡翠の姿のゾロアとゾロアークね、かわいい。かわいいけど妖怪ウォッチのキャラの雰囲気がある。まあたこんなワクワクするような発表の仕方してさ、剣盾の時もガラルポニータとかネギガナイトとか発表方法が斬新ですごかったし、ポケモンのそういうとこ本当に好き。追加されたのはブイズじゃなくてゾロアだったか。まあでも可愛いからよし。ゾロア説の方が濃厚だったからな。レジェンズでイーブイの新しい進化系やっぱり欲しいな。翡翠ゾロア可愛いけど、ノーマルゴーストの複合タイプついに出てきてしまった。あれ、なんか発売直前や実際のプレイまで引っ張る系の謎なのかと思ったら、わら、出回るポケモンの正体も分かって楽しいです。翡翠の姿のゾロアとゾロアークだ。最後の黒いのはゾロアークの幻影なのかな。この時代神通力とか持ってそうよね。雪わらしは復元前映像でもなんとなく分かってたけど、最後はまさかのゾロアとゾロアーク。白い色合いも可愛い。普通に発売するだけでもそこそこ売れるの分かっているのに、情報を小出しにして消費者のワクワク感を煽る感じ。ポケモンというコンテンツが根強い人気の理由ですね。映像素敵すぎる。ゲーム始める前からこんなにワクワクできるなんて。ゾロアの翡翠の姿かな、かわいい。翡翠のゾロアとゾロアークかわいい。でもここで
あえて大木戸博士を持ってくるセンス。七かまど博士だと物語に近すぎるから。しかも実は前から存在を知っているパターン。なんだかメルタンの時を思い出します。翡翠の姿のゾロアとゾロアークだったのか、幻影に襲われたんか、ゾロアの困り顔な感じかわいい。ほんで当ててる人いてすごいな。さっきゾロアじゃないかって考察見たけど合ってたのか。当てた人すごいな。俺は怖くてまともに考える気もなかったけどな。予想が当たった。タイプは氷悪なのかな。最初から言い当ててた人はすごいな。しかしこの映像が乱れるとあれだけのホラーになるんだな。待って待って、翡翠のゾロアとゾロアークが私に刺さりすぎてる。ガーディといい翡翠地方のポケモン、私の好み熟知してる。翡翠ゾロアに翡翠ゾロアークだ。かわいい&かっこいい。ウォーグルやイダイトウといい、翡翠の姿は一種地方のポケモンの亜種が多いね。それにしてもこの映像どうやって撮影されたんだろう。やはり出元不明のハイテクアイテム、アルセウスフォンか。ゾロアとゾロアークだったのか。ちょっと和風っぽくて好き。前回の動画の時点で翡翠ゾロア言い当ててるガチ考察班に脱帽。翡翠雪目のことか、夕方深海 EV 説も好きだったわ。先日のホラー映像が解析されたみたいですね。しかも解析したのは我らが大木戸博士。雪狐風のゾロア系最高。タイプも好みだしゲットしたいですね。ゴーストタイプいいの多すぎ。ゾロアとゾロアーク、ゾロアが可愛いくなってる。ゾロアークはなんかロックって感じがする。かっこいい。以上がネットの反応でした。映像の復元が想像以上に早くて驚きました。それにしても考察が当たっている人が意外と多かったのはすごいですね。新しいゾロアやゾロアークの詳細がどうなるのか、今からとても楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アユナのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。